皆さんこんにちは。ただいま紹介に預かりました教育学研究科長の前平です。本日は平日にもかかわりませず、多数の方々に、ご参加いただき本当にありがとうございます。とりわけ、ご報告される方々、韓国のソウル大学からおいでいただいたハン先生、ベク先生、それから中国の北京師範大学コウ・セイブン先生、それから台湾国立台湾大学からコウ・タイユ先生、には研究科を代表しまして心より感謝いたします。今回のシンポジウムは、教育学研究科にとってもまた京都大学にとってもとても大事なシンポジウムとなっています。でそのことは、淡路教育担当理事から、英語で挨拶のところにも触れられていましたけれども、単なるシンポジウムではなくて、この京都大学の大学入試をどのように変えていくのかという実践的な課題が含まれています。現在私たちは研究会、多次元入試研究会と銘打ってるんですが、こういう研究会を内部で組織しまして、大学入試の在り方をめぐっていろいろな専門家から、意見、研究の成果等を報告してもらう機会を作っております。でいずれもこの会もオープンにして、できましたら誰でもアクセスできるようなオープンコースウェアというのが京大にありますが、 OCW のメディアを使って、みんなで大学に入試について考えていくというようなことを構想しています。で現在努力しているそういう新しい大学入試の方式ということを考えているわけですけれども、来年度の早い時期には教育学部も新しい大学入試の方式が公表できるようにと思って現在鋭意努力中です。でこのシンポジウムはこうした取り組みの一環でもあります。それから東アジアという地域の教育ですけれども、私は専門ではないので勝手なことを申し上げますけれども、共通した教育の様式モード、教育のモードと言っていいと思うんですけれども、こういうものを伝統的に保持してまいりました。中国の、選抜試験の様式が例えば中国の科挙というのは皆さんもご存知だと思うんですけれども、この試験が典型的であるように、知識のストックというものを問うそういう様式でした。これはモードと言っていいと思います。制度というよりモードだと思うんですが、それが近年ドラスティックに変わりつつあるというのが私の印象です。具体的な方法については今日本日ですね、先生方報告者の方々から、お話を直接伺うこととしまして、現在行われつつある新しい、もう新しくもないかもしれませんけれども、つまりすでに十数年の歴史を持っております新しい入試方法について、皆さん方もぜひ関心を持っていただいて、それから私たちも本日の報告者の報告から、貴重な示唆をいただければと思っています。どうか皆さん、最後までこのシンポジウムを、聞いていただいて、大学入試のみならず大学全体の在り方を考える、共に考えるということから、日本の教育の在り方についても考察を向けていただければと願っております。簡単ですけども研究課長の挨拶に変えさせていただきます。